アメデオ・カルボーには、イタリア・アレッツォ出身の元サッカー選手。選手時代のポジションはディフェンダー。地元アレッツォでデビューを果たした後、いくつかのクラブを転々とし、1987から88シーズンに所属したパルマにて初めてコンスタントに出場機会を得る。翌シーズンに移籍したサンプドリアでブレイクを果たし、さらに AS ローマにて長く左サイドのレギュラーを務めた。 この活躍が認められた形で、1992年、イタリア代表として、初キャップを記録後、ローマ対談までの間に18キャップを記録する。しかしながら、カルボーニの名を一躍有名にしたのは、バレンシア CF でのプレーであろう。1997年、32歳とすでにベテランに差し掛かっていた彼の挑戦は国外に及ぶ。 豊富な経験を生かしたオーバーラップと年齢を感じさせないスタミナはバレンシア CF においても不可欠なものとなり不動の左サイドバックとして定着。さらに同リーグで活躍していたルイス・フィーゴを1対1で完全に封じることのできる唯一と言ってもいい選手であり、チームにとって非常に貴重な存在であった。 タイトルこそ逃したものの1999から2000.2000.01シーズンと連続して UEFA チャンピオンズリーグ決勝に進出2003から04シーズンの UEFA カップ優勝そして2001から2.2003から04シーズンのリーガエスパニョーラ制覇と黄金期を築いたチームの精神的支柱として存在感を遺憾なく発揮した 欧州カップ戦の出場試合数は100を超え、UEFA カップの優勝によって、欧州カップ戦史上最高齢で優勝を果たした選手という記録も保持している。引退前のシーズンこそ、出場機会が減ったが、2005年10月23日には40歳6ヶ月と17日という、ドナトの持っていたリーが最高齢出場記録を更新するなど、引退間際まで精悍にプレーした。 2005から06シーズン最終節にも出場し、41歳と41日で現役時代に幕を下ろしている。引退後はバレンシアのスポーツディレクターに就任。しかし、自ら率先して獲得したイタリア人選手がチームに馴染むことなく、次々と対岸していき、また監督や数人の主要選手との対立が表面化していた。これが、 大きな要因となり、2007年に SD を解任されている。2010から11シーズンから、インテルナツヨナーレミラノの監督に就任した、バレンシア時代の恩師ラファエル・ベニテスに誘われ、インテルのアドバイザーに就任。ベニテス退任後は1シーズンのみ同クラブで、テクニカルコーチを務めた。現在はフリー。ありがとうございます。